進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー勢が好スタートを切りました。内側3艇ほぼ揃いました。1番の中澤が逃げ展開、3コースから3番金子、真ん中バローというところ、まくり出しがこれは届いてきた。内から3番の金子が中澤をここはかわしていきます。一定審判リード、スタートは前提正常。これから最終ターン幕、先頭3番の金子龍太は G1 初勝利、2番手1番の中澤が丸、最後は守りきりました。3連単の3番、1番、5番、21.9 倍です。先頭3番金子五輪。